サンエンアドバイザーグリーンのアグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は秋巻き大根の間引き、追肥、土寄せなどの管理作業をやっていきたいと思います。こちらの大根を簡単におさらいしますと、品種は大病草太りで9月の上旬に種をまいています。上間が60センチ、株間30センチの1箇所二流巻きでまいています。事前に堆肥や元肥、石灰は入れておらず、無肥料の状態で始めています。そして、種をまいたらすぐに防虫ネットのトンネルをしています。防虫ネットのトンネルは、芽が出てからではなく、種をまいたらすぐにかけるようにします。今は9月の下旬で大きくなってきたので、まずは間引きをしたいと思います。それでは実際に間引きをしていきます。まずは防虫ネットのトンネルの片側だけ開けていきます。今回1箇所二流巻きで巻いていますが、1つしか芽が出てないところもありますが、ケツ株は出ませんでした。ということで追い巻きはしていません。もしケツ株が出るようでしたら、早めに追い巻きをするようにしてください。大根はこのように発芽率がいいので、1箇所に4、5流巻かなくても、2、3流巻けば十分です。それではこちらの株を間引いていきます。間引きのタイミングは、本葉が5、6枚、根の太さが5ミリから10ミリが一つの目安です。あまり早く間引きますと、友育ちの効果が薄れるので、ある程度葉っぱが重なるようになったら間引くようにしてください。大根の場合、多少間引きが遅れても大きな問題はありませんが、間引くときに残す大根の葉も傷つける恐れがあるのでお気をつけください。それでは実際に間引いていきますが、間引きの基本は病害虫にやられていない健全な株を残します。農家の場合、大きさが揃っている方が出荷しやすいので、平均的な大きさのものを残しますが、家庭菜園の場合は大きいものから収穫していけばいいので、間引きの時も基本大きいものを残していけばいいと思います。こちらの場合、右側の株の方が小さいので、こちらを抜いていこうと思います。間引く時は葉っぱの上の方だけ持つと切れてしまう恐れがあるので、株元を持って抜きます。そしてこの時、残そうの大根の葉を傷つけないように揺らしながら抜いていきます。それではこちらの株も間引いていきたいと思います。こちらは右側の方が少し小さく、葉も右側の方が食べられているので、右側を抜いていきたいと思います。株元を持って抜いていきます。このような感じで間引いていきます。間引いたものは間引き菜として、味噌汁の具やおひたしなどにして食べることができます。ちょうど今の時期、自分の畑で葉物が収穫できないので、この間引き菜は大変重宝します。大根は間引いて1箇所1本にするのが基本ですが、種をまくときに少し離してまいて、そのまま間引かずに2本とも残す方法もあります。その時、間引いて1本にしたものに比べると、2本残す方が生育が遅くなりますが、家庭菜園の場合は多少収穫時期が遅れても大きな問題はないと思います。1つの穴に2粒まくと、将来根と根がぶつかって気根になる恐れもあるので、2本残す時は必ず種をまく時に少し離して種をまくのがポイントです。間引きが終わったら次に追肥をしたいと思います。冒頭でお話した通り、今までのところまだ肥料を与えていません。今回の肥料が最初で最後の肥料になります。
大根は肥料をそこまで必要としませんので、与えすぎないのがポイントです。追肥が面倒な方は、最初に的小屋を与えて追肥なしでも大丈夫です。今回は市販のぼかし肥を大根の周りに一つまみずつ撒いていきます。追肥が終わったら次に土寄せをしていきます。大根はこのように何もしないと胚軸の部分が伸びてきます。そのままにしておきますと風で煽られたり曲がった大根ができてしまいます。そのためこの追肥のタイミングで土寄せもしておきます。土寄せは数が少ない場合は手でやってもいいですし、立ち釜や三角帆を使ってやると早くできます。このような感じで株元までしっかりと土を寄せます。数が多い場合には立ち釜や三角帆を使うと簡単に土が寄せられます。このような感じで土を寄せしていきます。この時草が生えていたら除草もするようにしてください。また土寄せはこれから草が生えるのを抑える効果もあります。土寄せまで終わったら最後にまた防虫ネットをかけ、裾は害虫が入らないように土をかけておきます。今回は秋巻き大根の間引き、追肥、土寄せなどをやってきました。間引きは本葉5、6枚、根の太さが5ミリから10ミリぐらいが一つの目安です。大根は多少間引きが遅れても大丈夫ですが、あまりに遅くなると間引きをするときに残そうの大根も傷つけてしまうのでお気をつけください。そして今回は最初で最後の肥料としてぼかし肥を追肥しました。大根は何度も言う通り、そこまで肥料を必要としません。肥料の与えすぎにはくれぐれも気をつけください。肥料があまりにも多すぎると、病害虫が出やすくなったり、中が空洞になったりするのでお気をつけください。前作の肥料が残っていて、生育があまりにもいい場合は、追肥はしなくても大丈夫です。私たちも元肥を入れず、生育を見ながら追肥で調整するようにしています。そして、まっすぐ、綺麗な大根を作りたい方は、必ず土寄せをするようにしてください。土寄せをすることにより、風に強くなり、排水性も良くなります。さらに、肥料の効きが良くなったり、草を抑える効果もあります。必ずやるようにしてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、
メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。